はい、イオンモール北戸田、ご飯美味しかったですまあ大野によろしくなじゃないけどなあ、余計なこと知った。今ちょうどねバス南浦和に来ましたね。ここが乗り場になってるみたいで、ちょうどっていうのも変だけど雨降ってないです今。だからいいね、歩道が広いわ、歩きやすいわ。車道と自転車のところもちゃんとあるし、まあ場所によるんだろうけど、結構いいとこだと思うな戸田。でボートレースね、一回友達と行ったことがあるんだけど、いやハマんなかったね。多分俺はあんまりギャンブルハマんない方かなって思う。まあその友達は今パチンコを手出し始めたんだけど負け続けてるらしい。実際見に行ったことがあるのはボートレースとあとオートレース、バイクの方かな。となると見たことないのは競馬と競輪。ちょっと渡っときましょうか。であと海外だと犬ドッグレースってのがあるんだっけねどうしても帰りご飯食べて帰るからちょっと喉の調子が悪かったりする。お腹も膨れてるし荷物も増えるしで、すいませんね。まあ今回かなり近い方だからね、駅から900m、 1キロの多分ないぐらいだから、ちゃんと歩けば10分ぐらい、10分かかんないかな、そのぐらいで行けるんだよね。どうだろう今回10分切れるかどうか。で野球場があるのね、駅で見た市営球場。それだね、あ匂いがね、観葉植物とかの匂いになる。アミューズフラワーセンター。あー、大きな団地だね。で野球場、早歩きの方が揺れる？あんまり揺れないように歩きたいけど、本来自転車にはこっち走ってほしいけど、まあすれ違えなくはないね。
が自転車で走ってる時に、まあ、この車道をね、車道の端っこを自転車で走ってる時に、向こう側からも自転車で来られて、なおかつなんだろう、そっちの向かいの自転車の方が割と歩道寄りに、歩道寄りの車道にいられるとムッとするな。だって相手は後ろから車が、俺の後ろから車が来るかどうか見えてんだから、で俺は見えないわけじゃん。俺が車道側に出るってその後ろの車にとって嫌だから、まあどっちが出ても嫌なんだけど、車からすればね。それでもな、歩道側にいられるってのはかなり嫌だよね。であとそうだ、気になってんのはこれは北部橋、ごめん、あっち潤いって書いてあった、こっちなんか書いてあるかな、なんて書いてある、大空でしたいや予想つかないわ、大空なのね、潤いなのね。北部橋、この橋は北戸田駅周辺のシンボルとして人々の思いと触れ合いの場となることを願い、北部第一土地区画整理事業が平成3年2月に作ったものであります、でありますだそうです。はい、さあ、いきなりケロロ軍曹の真似してって言われてもちょっと無理だな。見てたけどね、ケロロ軍曹真似したことは一度もない。多分当時好きだったキャラクター、みんな好きってわけでもないけど、クルルかな、いやドロロかな、うん、タママとギロロはちょっとあんまり興味も出なかった。子供の頃ってなんだろうな、なんだろうな、力を秘めてるキャラとか、本当は強いぞっていうキャラが好きだったかな。今んとこね、駅の冒頭みたいな車道を歩く場面はないかな。ちゃんと歩道だけで行き帰りできるよっていうところを見せたかったので、今この道歩いてます。向かいに渡った時点で若干遠回りか。車道を渡らずに最短距離で行くなら今の道だと思います。いや美味しそうじゃない、うん、こういう小さな段差が嫌だったりもするけどね。東口の方か、大きなマンション、駅
駅によっては結構西口と東口だの、南口と北口だのって結構差があったりするよね。ここはどうだろうな。まあ、ちょっと今回東口の方は行かないんで、皆さん取らないんですけど、戻ってきましたね。でもう一回見ると、反対側は歩道がなくて、横断歩道もこっちしかないんだよ。結構いるね。5時前でこの人だかりっていうか、まあ、ちょうど電車が来たのかな。こんな感じで、はい、今日はここで終わりたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。じゃあ、特に見るもんないかな。綺麗な Y 字見て終わります。ありがとうございました。